さあ、ちょっと暗くなりましたね、昨日と比べて。おかしいですね。日が落ちたから。あれちょっとこれ日付がちょっと違うので、はい、すみません。どうもこんにちは。こんにちは。これは、LS460 ですね。そうです。どこの野郎でしょうか。これ元々は、原型はブラックパールなんですけど。ブラックパールなんですか。そうです。けど、まあ、ほぼ。これそのままの状態でついてるんですか。そうです。もう全部フル加工してますけど、もう付け根の、この、ヘッドライトの付け根の部分しか使ってないんで、今は。ここしか使ってないですか。そうです。じゃあ下はもう、まあ、あとは全部自宅でベースにしただけですか。じゃあそうです。森さんどうでしょう。シンプルですね、うん、でね、彼はね、ハンドメイドで自分でやるんで。手作りですか。そうです。これ手作りしたんですか。そうです。業者さんですか。まあ、業者さんじゃないですか。じゃないの。僕は全部、はい、うちは自作でやってるんで。どうやってやるんですか。普通に業者さんじゃないんですよね。あ、違います。趣味です。趣味でここまで綺麗にできたらもうすごくないですか。ありがとうございます。普通に見た感じわからんかったですよ。俺がちゃんと教えたんで。え、本当ですか。そうです。一から。え、森さんもやるんですか。ここで やらないですかでもすごい大人っぽくてですね。ありがとうございます。シンプルですね。白だからすごいかっこよくないですか。やっぱり塗り分けも。え、塗装も自分でやるんですか。そうです、親子で。なんですか。じゃあ休日か使って2人でやるんですか。そうですね、もうイベント前は仕事終わって6時から12時とか6時から10時ですか。羨ましいですね、そういうの。なかなかやってくれるんじゃないですか。あ、フェンダーが。まさかこれは自分じゃないですよね。フェンダーも全部、鉄板溶接は自分です。自分でやったんですか。はい、そうです。どこまで自分でできるんですか。ちょっと後ろを見ていいですか。はい。いやこれちょっと後ろを見た感じ、はい、これもまさかの、この辺も自作で作ってるんですか。そうです、全部自作です。すごいですね、やることが、はい、アクリルも切り出しも。これも完全素人の仕事じゃないですよね。いえいえ。プロの仕事じゃないですか。アクリルね、ここちょっと読んだ方がいいです。なんすか。読んだ方がいい。レクサスイノベーションって書いてあるんですよ、これ。もう一回読んだ方がいいです。レクサスイノベーション何回言わせるんですかこれも全部自分で溶接するんですか。そうです、ね、すごい綺麗にできてます ね。バンパーからのラインも整ってますね。そうです。一番この要は絞れていくところとかを結構シンプルに、はいはいはい、まあ、フェンダー6センチリアで出るんですけど。6センチですか、はい、難しくないですか、6センチ出すんだったら。そうですね、なかなかちょっと叩き出しだけじゃ無理なんで。そうですね、はい、鉄板溶接もして。ここまでやられるともう業者さんもいらないぐらいですね。でもすごいね、綺麗好きなんですよ。あ、綺麗付けし結構マメですよね、見てる感じ。飛び石1個ついただけでもうパニックになっちゃう。そんなにですか森さんでも結構そうじゃないですか。いや、これそうでもないね、意外と。そうなんですか。いやでも実はそうでもない。実はそうでもないですかいや確かにすごいです、ここまでやると。もともと業者さんとかですか。いや、全然違います。そういう感じじゃないですか。はい、森さん、こういう人ってあんまりいないじゃないですか。いないですね。とてもすごい貴重な親子で貴重だと思うんですよ ね。いや、ちょっとアピールとかあればお願いします。そうですね、まあ、そんな逃げないでくださいよまあ逃げないでくださいよ。やっぱり、まあ、2つ3つあるんですけど、やっぱり一番最近気に入っているのはこのウイングですね。ここですよね。はい、すごい自然な感じじゃないですか。そうですね、はい、はい、この純正のプレスラインからずっと後ろこうつなげてきて、ずっとこれぐるっと一周ラインがつながってるんですよ。これも自作なんですよね。そうです。でこれも最近またここ段差つけて。これも手作りで作るんですか。そうです、そうです。もうなんか言われなきゃもう分からない感じの、その自然な感じできてますね。そうですね、本当はここ純正この辺ぐらいがずっと下がってるんで、そうですね、ストンってなってますよね、はい、ラインが。上にこう吊り上げて、それに合わせて。もう素晴らしいです。はい、これからもいろいろやるんですか。そうですね、次はもう内装と、とりあえずトランク、オーディオを手掛けて。オーディオも自分でやっちゃうんですか。自分でやります本当ちょっと今度教えてください。本当にそういうの、そんなレベルじゃないです。だって誰も今知らない、やらない人が多いんで、教えてくれる人もいないじゃないですか。お金払えばやる。あ、じゃあライブぜひお願いします。じゃあこんな感じで、はい、いいですか。ありがとうございます。じゃあちょっとあのショップさん、森さん行きますか。はい、じゃあショップさん行きましょう。さあこんにちは。こんにちは。こちらは何のブースでしょうか。ラバーディップ .jp と言いまして、はい、剥がせる塗料ですね。今あれですね、ちょっと
噂の、はい、はい、ありがとうございます。結構噂じゃないですか、剥がせるとり。そうですね、結構あの反響いただいてて、お問い合わせなんかも多くいただいてます。缶じゃないですよね、これは。あの業者さんが塗るの塗料ですね。これはもうあくまでガンなので、あのガンで塗るベースなので、はいはいはい、あの缶スプレーとかではなくて、あの缶スプレーやつ取れないですよね、あれ実際。そうですね、やっぱめっちゃ熱くならない、どうしても薄くなってしまったりとかっていう、塗りづらかったりとか、やっぱまた、そうですね、全体になるとちょっと厳しいかなっていうのがするんで。これだったら全塗もできるってことですね。そうですね、全塗、僕らなんかもう基本的にはもちろん部分も全然やるんですけども、はいはいはい、全塗なんかも全然いけますよっていうかぐらいの感じ。色がすごい綺麗なんですけども、はい、ちょっとサンプル見てもいいですか。大丈夫ですよ。これはもう かなり粗いフレークですね。かっこいいですね、フレークがあるんですね。フレークもあります。え、もともとこういう色なんですか。これは黒の上にこのフレーク吹いてあるので。あ、じゃあまた別なんですね、これは。そうですね、どうしてもあの粗いので下が透ける感じになるので、基本的に下に、はいはいはい、あの同じような色を入れるか、もしくは黒の上とか、はいはいはい、他の色の上に乗せるような感じになりますね。全体的に見てこれってもうマットなんですか、基本は。基本はマット仕上がりになります。ただ今ツヤありの仕上げ あのプロトタイプが出来上がってまして。あ、これそうなんですか、はい、これえ、これはツヤありなんですけど、普通にこれ普通の塗料じゃないですか。こういう見えんですけど、これ実は剥がせるサンプル。え、これ剥がせるんですか。あ、すごい。もうこのまま普通に剥がれます、すごいですね、これ。全然剥がれちゃいます。うわ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 、引っ張っちゃっていいですよ。うわ、すごい、触った感じ普通の塗料と何ら変わりないですね。これってクリア吹くんですか。これ吹かないですよ、ね、これはあのそっちのベースが下地の色になってまして、これですか。その上にクリアを吹いてます。あ、クリアももちろんこれに対応した専用のところですね。そうですね、この見分けるクリアっていうのはこれ今のあちらの上に吹くとこういう仕上がりです。これすごい、はい、これ透明なクリアなんですか。そうですね。すごい、本当だ。クリアになってビニールみたいになってる、ちょっと不思議な感じがしますね。そうですね、カッティングシートじゃないですもんね。そうですね、なのであの例えば複雑な局面とかでも、そうですね、例えばこの車のボンネットなんですけど、こういうところラッピングのフィルムで綺麗に貼る、無理ですね、難しいんですけど、結構大変ですね、はい、業者さん泣かすなんで。そういうところもあの特に問題なく塗れちゃって、安っぽさがなくていいですよね。そうなんですよ、最初見た時、あ、これ剥がせるんだと思って、うん、すごい。耐久性ってどうなんですかね。耐久性は大体屋外で普通に置いてて、色抜けはちょっと抜きにして2年ぐらいですね。2年ぐらい、うん、やっぱりラッピングよりもあの比較的値段もコストでいけるので、あのまあ、例えばラッピング1回やるんだったらこれで2回やってもいい。あ、確かに、はい、ラッピングって結局その年数経っちゃうと剥がせるものでも、はいはい、のりが残っちゃったりするんで、はい、これはのり残りとかの心配はないので、そのままじゃ2年経ってもベロベロベロって。大丈夫です、すごいですね、これすごいですよ、ちょっとやってみたいですね。でもこれってどんな塗装屋さんでもできるんですか。これはあの特に専用の機材とかは必要ないので、普通のあの板金屋さんが持ってるスプレーガンで吹けます。塗料だけで買うものなんですか、これ。そうですね、僕は基本的に塗料販売してまして、はい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 、で今日愛知に出店してるので、ここに今認定リップショップさんってここのポップが4件あるんですけども、僕はあの認定リップショップなのでこちらにお問い合わせいただければ施工が可能ですね。全部愛知県ですか。はい、全部愛知県ですか。そうですね、愛知県の事務さん、今日は。あとここだったら取り扱いができますよ。取り扱いできます。いや、これはちょっとこっちまだあれですけどプロトタイプなんで今後発売予定なんですけど。まだじゃあこれは製品化されてないですか。製品化のまだ最終調整中な感じです。これ売れますね。触ってるのがさっきから。これは良くないですか。しかもね、これねエアブラシもかけんですよ。え、そうなんですよ。エアブラシいいですか、これで。大丈夫です、見てください。これすごいですね、はい、これ普通のエアブラシですよね。これはエアブラシで、あのこのまず絵柄の通りシート、はい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 、ステッカーとかマスキング貼って、はいはい、その上からエアブラシでなぞってっていう感じになります。別に剥がすの時も何も支障ないですか。結局リップの厚い膜の上に塗料が乗ってるだけなんで、膜の上に書いてます、ね、そうですね、なので、あの、はい、例えば厚塗りし、本当に透明な普通の塗料を厚塗りしちゃったら型が剥がれなくなっちゃいますけども、ね、はいはい、このぐらいの薄いエアブラシとかだったら全然あの柔軟性が残ってるので、そのまま一緒に剥がすようです。これ使い方によっては多分いろんな用途があるかもしれないですね、はい、アイディア次第ですね、これも。なんで僕らもまだ全然使い方っていうのは、例えばオーナーさんだったりとかショップさんのオリジナルの使い方でどんどん使ってもらってていいと思います。多分そのうち多分ショップさんがオリジナルでこんなことできますって出しそうですね。そういうのも全然僕らは無限大ですね。これ塗ってないです、まあ、リムも塗ってあります。え、マジで。大丈夫、大丈夫です、大丈夫です。これすごいね、これはリム塗れんのいいね。これいいですね、僕ちょっとやったですね。この間普通に塗装して、はい、結構なお金取られたばっかりですよ。こっちとかコストは。そうですね、ちょっとマスキングするので、あ、手間がね、手間の放置はしょうがないです、ね、あとはどうしてもやっぱりあのホイールって濡れたり汚れたりが多いので、まあ耐久性は若干あのボディなんかよりは劣るんですけど、す、ね、ただイベント時だけとか、そう、イベントには持ってこいですね、これ。森さんビビッときましたが、ねえ、いいですね。これちょっとホイールやってみたいですね。うん、いいですね。ガリってもまたピッて剥がして、これもできます。塗り直せるんで。あとはリムの場合、ほらブロンズリムとかだと、はい、リム交換に修正効かないですもんね。修正効かない。修正した後に
色を拭くとかね。ああ、すごく楽。そうですね、そうですね、すごく楽で、また気分的に色からのピッと剥がして、そう、それもできます。これいいですね。いいですよ。あとホイールでもダスト出たりする会社とかって困るじゃないですか。いいです。何回もできます。それもできます。来週一緒に行きましょう。行きますか。あとはあのオールペンがなくて、例えばやっぱカスタムの時にルームだけブラックアウトとかミラーだけってやるじゃないですか。はい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 。でもやっぱオーナーさんも、いや一発で塗っちゃうとちょっとイメージ湧かないけど、はいはいはい、失敗したら怖いなってあるじゃないですか。そうですよね。そういう時はこれやってもらえれば、まあ、なんか違うなってなったら、いや、なんか違うなってやったらもう飽きたら剥がしちゃえばいいですし。そうですね。じゃあちょっとお店の詳細、まあ提携してるお店さんと、はい、このメーカーさんはまた概要欄の書いてきますので、よかったら。一販の人は買えないですよね。あ、取れば一般の方でも販売は可能です。ホームページから買えるんですか。ホームページとか、あと今お電話とか、あ、じゃあまた概要欄に書いておきますね。気になる方はよかったらお願いします。よろしくお願いします。はい、すいません、ありがとうございました。ありがとうございます。あ、オーナーさんいた。オーナーさんが、あー、どうも。あ、どうぞどうぞ。どうぞ。これもう完全この車のオーナーさんですか。はい、そうです。すごいですね。ありがとうございます。これきっかけ何だったんですか。このきっかけは、やっちゃおうっていう、まあ、この大将戦に出るためにやったんですか。はい、当たって。すごいですね、すごいですね、これやってしまおうという。結構ここで見て、僕最初普通の塗装かと思ったんですよ。はい、それ剥がしちゃってやれと思って、剥がせるとおり、またじゃあ気分的に剥がして色変えるんですか。そうですね。これあ、しかも向こうカーボンに貼ったってあるんですか。はい、結構何でも塗れちゃうんですか。基本的にウレタンの普通のブル車のボディの塗装はもう浮かさないので、はい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 、あとは樹脂なんかは場合によってはあり、あのシンナーが出ても溶剤なので浮かしてしまう可能性はあるんですけれども、まあ、特にボンネットなんかに関してはもう一回クリアで、ウレタンのクリアで閉じてあるので、はい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 、なのでもうその絵が見てもらって問題ないです。あ、結構じゃあ、まあ、ショップさんでいろいろ考えてやってくれるんですね。そうです。じゃあすいません、ありがとうございます。はい、さあ森さん、はいはい、いろんな車が集まって、森さんのブース結構派手ですね、やっぱり。そうですね。多分僕見てて、あ、これ多分森さんの性格が出てるのかなと思ったんですけど、やっぱセダン、ワゴン、軽カー そうですね、の中でも今こう話題の車とか、今こうなんか先頭でこう引っ張ってってる車っていうのをちょっとこのブースに集めてきたんで、もう森さんの色そのものじゃないですか。やっぱりね、だって、まあ、いくらでもここに一緒に入れない人っていっぱいいると思うんですよ。森さんが知名度多いと思うんで、その辺僕も参加させてもらってありがとうございます。いや、また森さんのこと皆さんよろしくお願いします。はい、お願いします。結構森さん、はい、みんな知ってますね、やっぱり。あ、そうですか。話題になるんで、まあ、でもやっぱりその、ブリスターもそうですけど、やっぱ好き嫌いがやっぱりいろいろあるんですよ。まあ、嫌いな人は嫌いだし、好きな人は好きだと思うんで、まあ、僕は分かる人が分かってくれればいいかなと思うんで、はい、そうですね。ちょっとこれからもいろいろお世話になります、はい、森さん、また何かあったら言ってください。はい、レクサスイノベーションさん、森さんからでした。じゃあまたお願いします。はい、お願いします。森さん、ありがとうございます。よだれでお箸ください。お箸ください。大丈夫かな、みんなと喋るんだ。大丈夫かな、みんなと喋る。あいつくっすぐなんとか言って。藤坊くん、お久しぶりです。あ、もう大黒以来でもう1年ぐらい経った。もう1年経ってます。経ってるね。本当は、はい、前おったら、あの、なんだか、DSU にいたんですよね。はい、そう、スタンスには会えなかったんですよね。そう、一回すれ違ったのに、タイミング合わなくて、はい、今日もちょっとどうしてもやりたかったんで、ちょっとお願いします。はい、なんか仕様変更とかされましたか。なってます。カズタン。はい、カズタンと申します。カズタン。はい、モンマジカズタンと申します。あ、有名人。あ、いえいえ、全然有名人ですか。すげえ派手だね。ありがとうございます。これ、どうされでしょう。おもたのピンクでしょ。奇抜なオーナーさんって言いますか。あ、オーナーさん、どうぞどうぞ来てください。オーナーさん、すんげー奇抜な車ですね。見たことある車がある。あれ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 どこ、あれさっき知らないか。昔俺がほらマフラー作ったこと。あれ久しぶりだね。久しぶりだね、森原くん。なんかずいぶん変わっちゃったね。So I said no, 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 it was supposed to be my pentacle. What did you do to me? I killed down no one to fight for champions. I can't believe you're trying. No, it was supposed to be my pentacle. What did you do to me? I killed down no one to fight for champions. I can't believe you're trying. Wait a minute!